まあ、今回タイプの全く違う女性たちが5人も登場いたします。あの一番気になるタイプの女性はどのキャラクターだったのかというのをちょっと気になりますので、はい、濱田さんどうでしょう。そうですね、はい、でも本当にあのこの登壇されている女優の皆さんもすごく声がセクシーというか、すごくなんかなんですかね、もう素敵だったんです、素敵なんですよね。で僕は中でも橋本さんとのシーンがあって、そこであのグッドバイというセリフを放つんですけど、橋本さんがあれはもうやられました。もう膝が笑いました、あのシーン。膝が笑う、はい、もうガクガクでした。すごくそんな印象でも好きな女優さん言ってくださいって言うんじゃないですよ。キャラクターですよ。あ、まあ、キャラクターね、演じたキャラクターで どの女性が好きですかって話で、今、うん、橋本さんの声に膝が笑ったって話ですよね。あ、そうか、告っちゃった。すいません、いやそんなところで告られても、ね、うん、そうですよね、失礼しました。キャラクターですよ、キャラクターか、ね、差し絵画家の方なのか、そういうことで言ってるんですよ。あ、キャラクターか。でもちょっと今告るのに全力を使ってしまった。いや、などこに使っちゃったんだよ。いっけね、すいません。告ってんじゃねえよ。告っちゃった、まあ、汗が止まんないです、すいません。さあでは松重さんにも伺ってみましょう。大丈夫ですか、これでトントン回してますけど。はい、もう時間の関係でトントン回してみました。失礼しました。松重さんは聞きたい、聞きたい。はい、成島組というのはあの本当に本読みとかね、あのリハーサルというのをきっちりやるんですよ。でこうやってあの舞台に登壇されてると、やっぱりもう本当に皆さんもう美しい、もうね本当に外に出る時のもう姿なんですけども、そのね私服とギリギリの中途半端な感じのところで稽古場にいらっしゃるんで、それがすごくチャーミングなんですよ。僕としてはね、そう、あのなんかこうまだあの全部商品になってない感じの前の前段階の、もう木村さんがまたそこでね、またゾクッとするような色気を出す。変態か、あなたは。顔もいろいろ訳あって、木村さんとはちょっと訳あるんで、まあ、あの見てのお楽しみなんですけども、まあ、そういうところを含めてあのちょっと僕はもうそこにゾクッときたというね、橋本さんとは違うところで僕はあの、木村さん派ということで一応あの、いや、あなたも結局女優に告ってるけど。いやいや、いや映画の中ですよ、だから映画の中のやっぱキャラクターで聞きたかったな、なんで女優に告ってんだよ。まあでもそういうなんかこう感じになりますよね、やっぱこのグッドバイという映画、ね、よくも女優さんに告りますね。すいません、せっかくなんです、すいません。びっくりするな、すいません。避けたいとこですよね、女優さんを選ぶのはね、うん、やっぱりこうキャラクターであの方、ああいう人が好きだなとかって言うのかなと思ったらがっちりいくから。次の質問いきましょうか。はい、行きましょうか。愛着のあるパンツが捨てらないんです。またバカみたいな答えしたぞこれ。いや、でもスト下着のパンツも、でもパンツとしてはもう死んだも同然なんですよ、そのパンツ。もうあまりにも履いてるからね、もう3回ジャンプしたら脱げちゃうんですよ。パンツとしてはもう死んだも同然なんですよ。それはもうバイバイしなきゃダメよ。でも愛着があるから捨てれないっていう、だもう、うん、グッドバイしようかなとは思ってますけど、ま、捨てれるかは分かんないですけど。うん、だってもうジャンプしたら脱げるパンツでしょ。もうで脱げます。いや、グッドバイですよ、それはもう絶対。他のものにリメイクしちゃダメなんですか。リメイクパンツをね、パンツを、うん、なんで喋りました今。そんな奇抜なアイデア、ね、ちょっとアイデアが出ましたけれども、なんでそんな奇抜なアイデア今言おうと思ったかな。さあ続いて松重さんにも伺いたいです。ロレールのパンツリメイク。松重さん、さあパンツのリメイクは皆さん忘れてください、ね、松重さんのグッドバイしたいものを聞きたいと思います。はい、僕も一昨年ぐらいに、お酒とグッドバイしまして、あ、そうだそうだ、で酒とグッドバイしたなと思ったら、この映画がちょうどあのロケで入りまして、で主役の方がちょっと酒に付き合いということで、僕は天ぷら屋さんに呼ばれてですね、行ったんですよ。そうすると僕は酒やめたっていうのに、こんな美味しいものを前にしてお酒飲まないんですか。ひどい、これ飲まないといかんでしょうっていうね、悪魔のような主役俳優がいたんですよ。ひどいよ、アルコールハラスメントっていうんですか、アルハラ。ええ、それでもひどい目に遭いましてね、そこから3時間ですよ、ずっとあのね話がループしていくんですね、どん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 。それでそんなに面白くもないのに、だん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 笑い声が大きくなってくるんですよ。足利の街だったんですけど、街中とどろくぐらいに主役の声が響いて、
もう大変な目に遭いました。でもね、いい酔っ払いの勉強をしたということで、いいグッドができたなってことです。それは地獄ですね、松重さんにとってはね。はい、地獄でしたね。地獄。覚えてらっしゃいます？いやいや、もちろん覚えてます。しかも僕さっきですよ、ここに来る廊下でも、酒やめてるんですか、まだ。足利で飲みました。悪いな。ずっと楽しかったなーつって隣になって楽しかったねって言ってたんだけど、まさかそんな思いしてるとは。人が悪い。いや、君は楽しそうだった。本当3時間本当にめっちゃ楽しい夜でしたよ。でもそんなに面白い話じゃなかったと今おっしゃってました、ずっとループして。爆笑トークだったけどな。でも細かく覚えてないでしょ。それが酔っ払いなんですね。なるほど。何が面白かったかは思い出せないですけどね。